ある年の正月、門松のまだ取れないうちに赤坂の家を訪ねると、半七老人は格子の前に突っ立って、初春の巷の行き会を眺めているらしかった。やあ、いらっしゃい。まずおめでとうございます。いつもの座敷へ通されて、年頭の挨拶が肩のごとくに済むと、おなじみのばあやがとその膳を運び出してきた。私がここの家で塗装を祝うのは、この時が二度目であったように記憶している。今と違って、その頃は年齢をはがき一枚で済ませる人がまだ少なかったので、表には日の暮れるまで人通りが絶えなかった。獅子の林や万歳の鼓の音も春めいて聞こえた。麹町編よりこちらの方が賑やかですね、と、私は言った。そうでしょうね、と、老人はうなずいた。以前は赤坂よりも麹町の方が繁盛だったんですが、今ではあべこべになったようです。麹町も赤坂も、昔は山の手扱いにされていた土地で、下町に比べるとお正月気分はずっと薄かったものです。川柳にも、下戸の霊、赤坂四谷麹町、などとある。つまり上戸は下町で酔いつぶれてしまうが、下戸は酔わないから正直に四谷赤坂麹町まで改霊をして歩くわけで、春早々から麹町や赤坂などの年始回りをしているのは野暮な奴だというようなことになっていたんです。しかし万歳だけは山の手の方にいいのが来ました。武家屋敷が多いので、いわゆる屋敷万歳がたくさん来ましたからね。明治以後には出入り屋敷というものがなくなってしまいましたから、万歳も一年ごとに減っていくばかりで、やがては絵で見るだけのことになるかもしれません。どこの屋敷にも出入り万歳というものがあったのですか、と、私は聞いた。そうです。屋敷万歳は命名の出入り屋敷が決まっていて、他の屋敷や町会は決して立ち入らないことになっていました。幾日か江戸に投入して、自分の出入り屋敷だけを一回りして、そのままずっと帰ってしまうのです。町家を県別に回る町万歳は、古事記万歳などと悪口を言ったものでした。そういうわけですから、万歳だけは山の手の方が上等でした。いや、その万歳について、こんな話を思い出しましたよ。どんなお話ですか？いや、座り直してお聞きなさるほどの大事件でもないので。あれは何年でしたか？文久3年か元治元年、何でも12月27日の寒い朝、神田橋の御門街、今の鎌倉菓子のところに一人の男が倒れていました。おは21つ6の田舎者らしい風俗で懐に女の赤ん坊を抱いていた。それが、このお話の発端です。男は息が絶えていた。師走の風の寒い一夜を死人の懐に抱かれていた赤字は、もう泣きかれて声も出なかったが、これはまだ幸いに生きていた。つい目と鼻の間の出来事であるから、剣士のまだ降りないうちに半七はすぐにその場へ駆けつけてみると、死んだ男の体には何も怪しい傷の跡はなかった。抱いている赤字にも別状はなかった。しかし半七を驚かしたのは、その赤字が2本の鋭い牙を持っていることであった。赤字は生まれてからまだ2月か3月しか経つまいと思われるぐらいの水子であったが、その上顎の左右には1本ずつの牙が生えていた。俗に言うおにっちである。このおにっちを抱えて往来に倒れていた男、それには何かの司祭があるらしく思われた。近所の人にだんだん問い合わせると、前の晩の夜更けに彼によく似た男が通りがかりの夜高そばを呼び止めて、燗酒を飲んでいるのを見た者があるとのことであった。それらの話から考えると、彼は寒さしのぎに燗酒をしたたかに飲んでの前後深くに酔い倒れて、とうとう凍え死んでしまったのではあるまいかと半七は判断した。彼は木綿の財布に小銭を少しばかり入れているだけで、他には何にも手がかりになりそうなものを持っていなかったが、半七はその右の手のひらの鼓だこを改めて、彼はおそらく才蔵であろうとすぐ鑑定した。たとえ万歳であろうが、才蔵であろうが、勝手に暗い酔って凍え死んだというだけのことであれば、別に難しい詮議はいらない。そのまま町役人に引き渡してしまえばいいのであるが、彼の懐に抱えていた赤字の来歴がどうもわからなかった。他国者の才蔵が赤字を抱えて、寒い夜中に江戸の街中をさまよい歩いていたという、その理屈が飲み込めなかった。
ことに赤字が日本の怪しい牙を持っているだけにその疑いはいろいろ深くなった。やがて町奉行所から当番の役人が出張して、医師も立ち会いで検視を済ませたが、死人の体には死骸なく、やはり汚水のために道端に倒れて、前後不覚のうちに凍死を遂げたものと決められてしまった。しかし彼の抱えている鬼っちの正体は係役人にもわからなかった。半七は八丁堀同心菅谷弥平の屋敷へ呼ばれた。どうだ、半七。今朝の生きだ俺は、何者だと思う。あんな因果者を抱えているのを見ると、ヤシの仲間かな、と、弥平は言った。さあ、手のひらの硬い具合がどうも才蔵じゃねえかと思いますが。むう。俺もそう思わねえでもなかったが、ヤシならば理屈がつく。やあポンポンの才蔵じゃあ、どうもろうそくが合わねえじゃねえか。ごもっともです、と、半七も考えていた。しかし旦那の前ですが、そのろうそくの合わねえところに何か旨味があるんじゃありますまいか。ともかくもちっと洗い上げてみましょう。石器師はすに気の毒だな。あんまりいいお歳暮でもなさそうだが、鮭の頭でも拾う気でやってくれ。かしこまりました。半七は受け合って八丁堀を出たが、どこから手をつけていいかちょっと見当が決まらなかった。大江戸の年の暮れに万歳や才蔵を探して歩くのは、その相手のあまり多いのに耐えなかった。なんとかして手っ取り早く探し出す工夫はあるまいかと考えながら、師走の棒菓子往来を本郷の方角へぶらぶら歩いてくると、橋のたもとで24、5つの男に出会った。やあ、親分。おはようございます。彼は亀吉という手先であった。元は豆腐屋のせがれで、道楽の果てから半七のところへ転げ込んできたので、仲間では豆腐屋亀と呼ばれていた。おい、豆腐屋。いいところで面を見た。おめえに少し透けてもらいてえことがあるんだが。おめえは鎌倉河岸の生き倒れを知っているか、知っています。今お前さんの家へ行って、姉さんから詳しい話を聞きました。その生き倒れの抱えていた因果者というのが変じゃありませんか。それを少し洗ってみていいんだ。才蔵が因果者を抱えて生き倒れになっている。どう考えても、変じゃねえか。変ですとも。売っちゃっておくと、よその仲間に飛んだ鼻毛を抜かれますぜ。そんなことがねえとも言われねえ。二人は立ち話で相談を決めた。亀吉は同じ古文の善八と手分けをして、亀吉は因果者氏の方を調べる。善八は満載の群れを漁る。こうして両方から洗い上げていったら、何かそこに一つの手がかりを見つけ出すであろうとのことであった。じゃあ、頼むぜ。亀吉に頼んで、半七は三河町の家へ帰った。その夜のごつ、午後8時、過ぎになって、亀吉は寒そうな顔を三河町へ持ってきた。何分にも自分一人では手が巡らないので、彼は他の子分どもにも加勢を頼んで、江戸中の屋敷や因果者氏をそれからそれへと戦議したが、この頃に鬼っちなどを取り扱ったものもなかった。鬼っちなどを取られたものもなかった。屋敷仲間の戦議の鶴はもう切れた、と、亀吉は落胆したように話した。そうすると、因果者には何もかかり合いのねえ城とのガキかな、と、半七は考えながら言った。まあ、そうでしょうね。ヤシの仲間で猫の子を亡くしたとか言って力を落としている奴があるそうですが、猫の子じゃしようがありませんからね。そうよ、今朝のは確かに人間の子だ。猫の子じゃねえ。言いかけて半七はまた考えていた。生き倒れの才蔵が懐に抱えていたのは、決して猫の子ではなかった。いくら因果者の鬼っちでもそれが確かに人間の子である以上、それを畜生の子と一緒に見なすわけにはようかなかった。しかしその一緒に見なされないものを一緒に結びつけて考えるのが自分たちの目の付けどころであると半七は思った。人間の子と猫の子と、そこにはどういう不思議の因縁が絡まっているかということを彼はいろいろに考えてみた。そこで、その亡くしたとかいう猫の子は何だ？金目か銀目か、それとも尻尾が2、3本あるとでも言うのか？それは聞きませんでした。猫の子じゃしようがねえと思ったもんですから、と、亀吉は決まりが悪そうに頭をかいた。すると、その鬼っちと猫の子と何か関わり合いがあるんでしょうか？そりゃあまだわからねえ。が、それがどうも気になる。
ご苦労だがもう一度言って、その猫の子をどうして亡くしたのか。その猫はどういう猫か詳しく聞いてきてくれ。ようございます。全八の方からは何にも言ってきませんかえ。あいつの方からは沙汰なしだ。だが、あいつの方はちっと面倒だからすぐには行くめえ。何しろ頼むよ。亀吉は承知して帰った。